しゃがませる技なんですよ。あいってぇーでも痛いですよ。何これ横に、そうやってー、ほんとに、いやいや、もうごめんな。清宮海斗のこんなの初めてですよ TV。 はい、ということで先ほどあの白川先生の方に合気道 あの投げの方を教えていただいたんですが、今回またちょっと関節技を、はい、立ち関節技を、関節技、立ち関節技っていうのは立った状態で相手を決める、はい、プロレスでもよくそういう攻防ありますよね、はい、そうですね。そこでも多分、はい、清宮選手 あのセンスがあればアレンジできると思うので、ありがとうございます、はい、合気道の技術をぜひ、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします、お願いします。で、二強っていう技なんですけど、はい、手首を決める技ですね。ここから手を合わせて相手の手首、そう、これまた簡単なんですよ。これだけで信じられないんですけど、手首ものすごく、もう一度いきますね。ここから手を合わせるだけで、全然こっち力入れてないですよ。これだけで。でも手を合わせるっていうのが、そうですね。そうじゃないと外れちゃうので、はい、これを軽くこうじゃなくて添えるだけで外れなくなるんですよ。ちょっと回り詰めて。よくこうプロレスやってて手首取られた時にクイッて返すのがあるんですけど、はい、やっぱ手首持って返すっていうのがポイントになってます。そうですね。この柔らかさが重要で、はい、あのこうじゃなくて。あ、本当だ、柔らかいですよ。こうで外れにくいです。これがあるだけでほら、あ、外れにくいです。全然違う。持ってないですよ、はい、添えられてるわけです。で、力の方向で外れないですよ、はい、こういう状態なんですよ。いや、単純ですけど効きますね。いや、すごいな。体落ちます、はい、うわー、できます。できるだけこう体感を、はい、しゃがませる技なんですよ。はい、あー、痛ぇー。でも痛いですよ。痛ぇー、はい、そう、手首痛いんですよ。でも、単純ですよね。動作単純なので使えるんですよ。うわー、これすごいっす。いやー、やってみましょう、はい、はい、最初私受けますね。このまま手を合わせていただいて、こう、まっすぐだと効かないですね。で、曲げさせるこの角度があります。で、自分の中心が強いので中心に沿って、はい、こうやるだけで効くんです。そうです、そうそう、おー、うわー、いや、こう、いや、もう僕今全く力入れてないので、はい、そこまで行くっていうのはびっくりですね。手が閉じてるんですね。すごい、体が大きな人でも、はい、手を合わせて、こう描いて、さ、角度が重要です。で、手刀、これもいいんですけど、はい、柔らかくするには、こう指を巻くように、はい、こういうことです。そう、そしてゆっくり巻くように、はい、そう、これが繊細な使い方であって、パーンってやれば簡単なんですけど、切れちゃうんですよ、つながりも。力のつながりを大事にするので、はい、この方向でゆっくり。で、手首関節なので大きな選手だ。だって最初手添えられただけじゃ何の警戒もできないです。はい、で、軽くこうやるだけで、まあ、外れないっていう不思議な方向で外れなくなっちゃう。手を軽く合わせていただいて、強くゆっくりゆっくり、最初ゆっくり、そう。で、ゆっくり、この、で、だんだんこの角度崩れてくるんですけど、この角度を保つ、清宮先生が保つんです、はい、そう、そう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 、すいません、すいませんと言いたくなる。そう、しゃがませる技なので、そう、相手立てたら痛いので。いや、すごいな。そう、ここは力の方向をだからずっと保たなきゃいけないんです。これ清宮選手もだからうまく出さない方向を、あ、こっち、ちょっと待ってください。見てる方に伝わるかなっていう、はい、これ本当に本当決まってるっていうのがあれば嬉しいです。あ、そうそう。でも、はい、痛いっすよね。いや、痛いっす。痛いんですよね。これ本当に痛いです。本当に思ってる多分5倍ぐらいは痛いんで、はい、痛がってないです。5倍ですか？10倍は痛いです。もっと痛い。まあ、見た目で比べたら本当に痛い。いや、痛いっす。これとちょっとね、左右練習していただいてちょっとアレンジしていきましょうか。はい。あ、こっちの方が強いですね。こっちの方が強いですね。ありがとうございます。
アレンジとしては手をつかれてます、はいはい、ここから同じ状態作れば、これは同じ、同じ、2強でめちゃめちゃ痛い、これ、あのこういきますよね、今の形って2強って言うんですけど、同じです、はい、出たもん、めちゃめちゃ痛いです。ここって横は動くんですよ、力比べしても実は横っていうのはあの弱い、ぶつかんなくませんので横にひねります、あとは反対の手で同じ状態で外れないので、ちょっとそれはでも食らってみたいですね、はい、めちゃめちゃ痛いです、ゆっくりいきます、おみきうまくない、ここがこう勝負なんですけど、横に行くとこう結構行くので、はい、あこれ外れなくて痛いです、はい、外れなくて2強ありがとうございます。でも、すごい、使えますよ、いやこの技術は本当にすごいですね、横のね、うまく使う、細かいな、細かい、本当にすごい、できますね、練習しましょう、本気でいきます、そう手をつけ横に、そう、やってそれは本当に、はい、ゆっくりやった方が痛いじゃない、そう、いやいや、もうごめんな、いやいや、この頑丈なんだ、やっぱりやっぱ、あの本当にあれですね、その力が いらないそうですね、いやね、結構あのこれでやったらもちろん負け、私負けるんですけど、横って結構いくので、ね、そう、ここからここまでなら警戒できない、シュッといって、あとフッといくと、もうびっくりしました、だから攻防の中でヒュッと入れて、あのいろいろいけると思います、さそヒュッとかけた後にこう回ったりとかできます、はい、手を切らす、遊んでできます、はい、あ、いやでもあのこれ大きい人にできたら、あ、本当に、はい、こうなるので、ここで横にして、おー決まってます、決まってます、そうそうそう、確かにそっちに誘われたらついていっちゃう、はい、これでもこのままこういくこともできますよね、決まってます、決まってます、あ、決まってます、あ、素晴らしい、そうです、こういう状態っていうのはあります、あります、こう手を最初レスリングするとき取り合ってこう取ることがあります、そこからじゃあどうします、ここできるんですか、はい、同じ、両手あっても同じ、両手あっても同じ、はい、同じで横の動きが合わない、こういう、はい、回転をして、そしてそう、そう、そしてさっきと同じように、はい、一番最初に、ああそっか、そう、そっち、こっちだ、そう、そうそう、そうすると両方できます、ああ。力がですね、あの、はい、こうはやるんですけど、横、はい、横はいけるので、はい、横に入れば打っていったり、はい、あるいは横から打ったりすると、そう、ここの回転を使うと力がですから、はい、僕、手繰りたいんで結構こうやっちゃうんですよ、あ、相手手繰りたいレスリングのまさに動きです、僕、ね、ものすごく遊びたいんでこれになった時に遊びをこうやってこういう動きするんですよ、まあ、これならこのままこういけるってことですよ、いきますいきます、はい、抑えて、あ、とんでもないものを教わりましたもう一個じゃあ教えますね、同じ流れでこれもすごい使いやすいんですけど、はい、よくプロレスでこういうような動きが、はい、あの中に入るとめちゃめちゃ痛い、変わられちゃう、パンケットこういう、いや、はい、手取ってます、手取ってます、アレンジはもう無限でそういうことできるぐらい、できるぐらいです、あ、でも受け身取れてるから、あ、受け身取れてるから、はい、そうですけど、はい、それぐらいあの簡単に入って効かせるか、これもちょっと覚えてるよ、こういう感じなんですね、小指、はい、小指側を取って内側に入ります、で角度が大事で、この肘の角度90度とかを保つと相手をコントロールできます、これ本当に抵抗できないですよ、はい、これ痛いんですよ、はい、マジでこうしようとして、そうやって落ちてもこっち指の方が強いので絶対勝てるんですよ、指なんで先端決められてるの、指ここがポイントでこれで、もう清宮先生ぐらいのプロレスの力があればさ、はい、手をもう一度、はい、もう一度ゆっくりいきます、小指が取ります、はい、で、回る、ここの時点で、で、そう、どうしてもこう角度がこう悪くなっちゃうんですけど、なるべくこう相手を立てるように、うん、ちょっと私最初受けます、はい、小指側を、はいはい、持って、はい、そして中に入ってます、
って一番の視点っていうのはこっちなので片手でもひねる、はい、ひねってもらっていいですか。そうこう決まるようにしてでさらにこう返されちゃうじゃないですか、はい、返されないように指を持ってこの角度こういう こうやって反撃するかもしれないので、はい、それをさせない角度を作るんですよ、はい、そうそこでコントロールそうずっと持ってこっちコントロールそうそうそう、はい、難しい。そうでもこれでもちょっとこういったら、はい、もう反撃されるということですか。いやこう、そうですね。あ、でもこれ、これは関節技なので本当はあのこう来たら抑えます。あの技的には抑えます、はい、だけど今のは関節技編なので、はい、あのタッチ関節なので相手を立たせるんですよ、はい、状態的にはあのこういう状態が続きます。相手が動かないっていう状態、はい、痛いですよね。いやいや、決まります。この角度、はい、こういうので返されないように打ち返す。両手で自分の中心が強いので、でそのままここまで。こっちは回ってると痛くないですけど、これが動かないと痛いですよ。もうひねってもらっていいですか。そうそうそう。まずこの形基本なので、はい、ありがとうございます。自分で打ってそのまままず、はい、左手はまずじゃないですか。はい、そう両手ででもこう添えてもいいですよ。すぐ。そう。そしてあの稲村先生こっち側に動いていただけると痛くなる。そう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 。これはタッチ関節。だからあとはあのプロレス的だったこう。そうですね。そう。ああいいです。全然違う。違う。小指が違います。そしてここでも稲村先生本気出してこうやって返しそうな、はいはい、ありますよ両手とか使う、はい。でもそれをでやらせないためにここで。で真ん中中で真ん中が離れないようにそうそうですそうです。あ、OK です。あ、コントロールできてます。じゃあもうでも逃げ方がないっすね。そう。反撃ちょっとバックブローぐらいですか。バックブロー。そうっす。バックブローですか。こっち側。バックブローくるかも。だけどちゃんと真ん中やっとけ。そう。中心でやっとけばそれで。そう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 。これもでも使いやすいですよね。こういう攻防の中でさっきのこっち側、はい、そしてこっち入る、でこっち入れば技に、はい、両方どっち入ってもいいですよ。できます。はい、いやいや、あれもう本当にいやもうできそうですよね。はい、あれできそうな。いやーものすごいためになりますね。立ち関節なんです。はい、慣れてくるといろんな関節ありまして、例えばこういうやつだったり、今のやつやったり。だから、で開口術して、だから引いて、して、で、なにこれ、いろいろ無限にそのアレンジ、はい、選手のプロレステンス次第で、今の全部立ち関節から内側に発展できる。はい、立ち関節すごい、すごいですね。やっぱいい、はい、決めた後 あの重心とかはすごい大事ですよね。やっぱで決めた後に投げ技でできるんですよ、はい、いやあの最初教えていただいた投げ技をここからチャレンジでいけるっていう、はい、投げた後じゃあせっかくだから抑えまでちょっとやってみますか、はい、ここからここまでコントロールできたので、はい、あとは肘を下に落とすと、はい、あ、でも太鼓術になります。あの、こっからアレンジはこう、これ太鼓術です。ガーイ！そこ側で、はい、基本で取っていただいて、そう。ちょっと近しているので、あとはここの、このまま下に体重をスワッと置いて、そう。これでも本当アレンジできますよね。いや、できますね。こうやったり、こうやったり、あと打ち返していろいろ入る。本当にいろいろできそうですね。もう体大きい人でも、そう、はい、稲村でできるっていうことはやっぱり体重差でできた、まあうん、先生ですけど、うん、体重差が普通格闘技でこんだけあったら、うん、圧倒的有利なわけじゃないですか。そうだね。自分の体重を利用されてる感じがあります。そうですね。関節技っていうのはそれだけあの大きな人体重差関係なくできる可能性がある技なんですよ、はい、あとはでもそれやり方その体の使い方になるんで。体重って何キロぐらいですか。58ぐらいですね。120なんで倍20。倍だ。倍だ。倍の人でも本当に決め方とあれでもうキュッていけるってことですよ、ね、それが関節技の。うわぁ、僕だったら200キロぐらいの人でもいけちゃう。いけます、絶対いけます、いけます、それはもう。うわぁ、
特にね、清宮先生技うまいので、そうやって卓越した技術で、はい、もうアレンジ可能な。わー、ありがとうございます、はい、ぜひ使ってください。はい、ありがとうございます。ということで、関節、内関節の方を、はい、今日教えていただきました。プロレスのリングで使っていきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。今日も一日お疲れ様でした。また明日も頑張りましょう。